あ、皆さん、こんにちは。いや、後ろが忙しい。ポスターすごいですよね。顎が3つ並んでる感じで。ついに、僕の本、直木マンのやばい世界の秘密が発売されたので、気になる方、チェックしてみてください。ボタンダ店では、サイン本を100冊用意して、ポップアップストア的な感じになってるんですけど、ありがたいことに、サイン本はもう売り切れちゃったので、まあ、また気が向いたら遊びに行ったりするかもしれないので、ツイッターの方を確認しといてください。いや、嬉しいことにね、発売前から重版が決まって、ほんとみんなには感謝しています。そして帯コメントをくれたカンタさん、ありがとうございます。セカンドチャンネルにディアトロフ事件の深掘り動画をアップしたのでチェックよろしくお願いします。いやー、宇宙時代来ましたね。見ましたか？みんな2年前、2017年12月に米軍が捉えた UFO かと思われる映像が公開されたんですけど、その映像がまあこちらで、未確認飛行物体が高速で飛行しているんですね。それがですね、なんと数日前に米軍がこの UFO 映像が本物だと認めたんです。ついに米軍が認めちゃった感じです。あの米軍が、まあ彼らはこれを UFO と呼ばないで UAP という認識でいてくれと言っています。 UAP とは未確認飛行現象っていう感じですかね。もう呼び方なんて何でもいいっすよね。とりあえず最先端技術を持っているあの米軍すらわからない飛行物体が空を飛んでいるということです。わからないってだけで宇宙人だとは限らないんですけどね。普通にドローンかもしれないです。まあこんな高速なのが存在するかわからんが、実際にこの映像を捉えたパイロットの方のインタビューもあるんですけど、彼曰くこの小型機は急に高速になったり回転したりと姿をパッと消したらしいです。今後調査していくそうなんですけど、皆さんこれどう思いますかね。宇宙時代が本当に来ちゃったのか、ただなんでこのタイミングで米軍が公開したのか、いくつかの説があって、一つは宇宙人の存在を少しずつ公開していって、宇宙人か何者かによる偽肌作戦を行おうとしている。以前ブルービーム計画という都市伝説を紹介したんですけど、エリートたちが意図的に宇宙人の侵略と見せかけて市民をさらに脅かすということです。もう一つはシンプルに彼らも何が起きてるか分かんなくて、とりあえず市民に公開しちゃったという、まあもう分かんないけどとりあえず公開しちゃえって。どちらにせよ面白い時代が近づいているのは間違いないですよね。そしてもう一つ、オカルト界がざわざわしそうなニュースが入ってきましたよね。失われた大陸が発見されたと、大アドリア大陸と名付けられた今回の大陸は2億年以上前に北アフリカから分裂して南ヨーロッパの下へと沈み込んだそうです。グリーンランドと同じぐらいのサイズだと。まあ失われた大陸特集とかそろそろやってもいいかもしれませんね。今日はですね、日本の都市伝説を扱ってみたいと思います。僕日本の都市伝説あまり詳しくないんですけど、たまに調べるとどんどんこうやって渦にはまっていっちゃう感じがあって、もうすでにかなり有名でいろんなところで取り上げられている逆手拍手、裏拍手、一度は耳にしたことがあると思います。数年前から爆発的に話題になりましたよね。実際にその真相はどうなのか、まず逆手拍手を知らない方のために軽く説明すると、普通の拍手がありますよね。何かお祝いしたり感動するときに送る動作、条件的には手が自由に使えることと、手を叩くという行為に何らかの意味を持たせることができればそれはもう拍手になるそうです。日本では明治以前は拍手の習慣がなかったんですけど、明治以降西洋の影響でするようになりました。で、今回の都市伝説は拍手の逆である逆手拍手、感動や称賛を送る手のひらではなく手の甲でする拍手ですね。意味としてもその逆である人を呪う行為だとされています。死者が行う拍手だと。有名な話だと、ミュージックステーションで大塚愛さんの死んだはずの元彼が客席から逆手拍手をしていたっていう、いかにも嘘くさいエピソード。あ、それは置いといて、死者が生きてるものに対してこちらへおいでというメッセージがあるそうです。結構みんなこの逆手拍手ビビってやらない人が多いですよね。まあ僕もその一人なんですけど、実際にその行為自体には何らかの意味があるのか、陰陽師では手のひらが陽、手の甲が陰とされているようです。なのでそういう意味では表に対しての裏なので、まあこのような都市伝説を連想させられてもまあ分からなくもないですよね。そして手話では逆手拍手は早くこっちへおいでという意味があるらしいので、まあその2つですよね、影の部分とこっちへおいでというのを組み合わせると、まあ確かになんかちょっとあまり使いたくはないですよね。実際古事記なんかでも呪いの動作として説明されているらしいです。とはいえね、ただの動作ではあるので、まあ、そこまでビビらなくてもいいと思うんですけどね。でも、僕もなんかできないですよね、これ。なんかできないですよね、これビビって。みんなもできないでしょ。逆手拍手。取り乱しました。申し訳ないです。ドンブラコ、ドンブラコ。日本おとぎ話の一つ、桃太郎。
一般的に知られている話は、桃から生まれた桃太郎が犬、猿、キジを連れて鬼退治に行く話ですよね。めっちゃ発祥ってもみんな分かってくれる桃太郎、さすが。この桃太郎、とりあえずいろんな都市伝説が存在してるんですよね。皆さんもいくつか有名なのは知ってるかと思います。まず一つ目は桃太郎、桃から生まれてない説。実はみんなの知っている桃太郎のお話自体、明治以降のもので、それ以前のお話は少し違くて、川から流れてきたのはただの桃で、それを食べたおじいさんとおばあさんは若返ることができて、若き時代の激しい桃プレイをしちゃったらしくて、男の子が誕生しました。それが桃太郎だと。最近ご無沙汰な方、桃を食べてみてはいかがでしょうか。あ、俺だった。昔の日本では桃には不老不死の効果があると信じられていたらしいです。ただ子供たちから、なんで桃を食べたら若返って桃太郎が生まれたのっていう疑問が生まれ、桃を食べたらおじいさんとおばあさんが性欲もりもりになったとは答えられず、今のストーリーになったらしいです。桃から生まれた方がしっくりくる、不思議な世界ですね。ここは桃太郎が鬼退治に向かう際、犬、猿、キジを仲間にして引き連れますけど、なんでこの3匹なのかという疑問がありますよね。こちらには主に2つ説があって、1つ目はちょっと悲しい間引き説。昔の日本では眩しさから子供を育てることができず、川に流したりと死亡させる習慣があったそうなんですけど、桃太郎が引き連れたキジ、犬、猿と間引きを連想させる動物たちを連れているというんですね。間引きされた子供たちを成仏してもらおうというメッセージが込められていると。まあ確かにそれらを連想させる言葉にも見えなくないですけど、ちょっとこじつけ感半端ないですよね。もう一つの説が陰陽五行説。陰陽五行説っていうのは、陰陽と五行説の考えを組み合わせたものなんですけど、陰陽五行説っていう考えでは、北東が鬼門で、その反対が裏鬼門だと言われております。なので、北東には鬼が住むと考えられていて、十二支を北から見てみると、牛、虎になります。鬼は牛の角、虎の皮のパンツをまとっていることから、鬼門を指していて、裏鬼門には猿、鳥、犬がいることから、その3匹になったと。仲の悪いことを犬猿の仲という言葉があるように、犬と猿の間にはキジが仲介役としている感じですかね。面白いですよねこれ。なので桃太郎のお話は陰陽道の思想を世に広めるための解釈もあると。おとぎ話も深く掘ってみると、いろんなメッセージが込められていて興味深いですよね。最後にいかにも都市伝説のテーマを紹介しますね。世界にはフリーメイソンとかイルミナティとか、いろんな秘密結社が存在してますけど、実は日本にも古代から続く秘密組織が存在しているというんです。三本足のカラス、ヤタガラス。どこかで見たことがあると思います。みんなが見たことがあるシンボルとしては JFA 日本サッカー協会だと思います。他には中部方面情報隊や陸上自衛隊中央情報隊など、このように三本足のカラス、ヤタガラスがロゴとして使われています。まあそもそもこのガラスって何なのって感じですよね。このヤタガラス、まず日本の神話に登場してくるんです。世界の神話も面白いですけど、日本の神話もなかなか面白いですよね。日本神話には神武天皇のもとにこのヤタガラスが現れて、熊野から大和へと道案内してくれたっていうんですね。こんな感じに、はいおいで、はいおいでって感じかわからないですけど、まあまあ案内役をしてくれたと。導きの神、太陽の化身なんとも呼ばれているそうです。このヤタガラス、人は一尺は手のひらの付け根から中指の先端までの長さ、あるいは親指と中指を大きく開いた時の長さだと言うんですけど、これなんと平均が18センチだそうです。自分で測ったら18センチも全然なかったんですけど、まあ一応そう言われているそうです。18という数字、都市伝説業界ではたくさん耳にしますよね。8尺なので 18×8 で144センチ、めちゃくちゃでかいカラスになりますね。まあこのヤタガラス、一番有名なのが熊野本宮大社に祀られているんですね。ただ本拠地は京都の太秦にある神社だと言われていて、ここにはなんと三本足の鳥居があるんです。なかなか見たことないですよねこれ。3という数字にももちろん意味があります。日本各地にこんな感じでいくつか存在しています。この世の中は二元性であるように、
表があれば裏もあるんですね。今僕たちが目にしている社会のシステムが表だとすると、それを陰からサポートする裏のシステム、組織も存在していると。それがヤタガラスだというんです。平和の象徴が鳩だとすると、その逆がカラスって感じですかね。まあ悪っていうわけではなく、陰と陽の関係のように、まあわかりやすい例えですよね。このヤタガラスという組織は推古天皇の時代からすでに存在していたなんて言われています。あるいはもっと昔から。どういった活動をするのかというところですけど、表の役割が外交関係とか政治関係の活動だとすると、裏では神事ですね、祭祀、陰陽師やカバラなどの儀式を行っていると。噂では彼らには名前や戸籍がなく、必要な時に裏から国をサポートしてくれるらしいです。なんでそもそもヤタガラスが存在しているのか。今の日本を作り上げた時に2つのグループが大きく影響していて、1つは最初に日本にいた物のべしグループ、もう1つは後から日本に入ってきた果たしグループと、その新しいグループへの国譲りといって表の活動を任せ、元いたグループは裏方に回ったと。今みんなが知っている社会システムはもちろん表側です。その裏にいるのがヤタガラスだというんです。三種の神器を守ったり神事を行って日本を陰でサポートしているというのが今回の都市伝説です。まあその2つのグループがどこから来たのかとかをいろいろ考察していくと、日本のルーツが見えてくる感じですかね。まあ正直僕も YouTube でどこまで話していいのかわからないので、この辺にしときますけど、掘り出したらキリがないぐらいたくさんの説が出てきます。まああくまで都市伝説です。あくまで都市伝説ですよ。まあそのうちね、みんなで日本のルーツとか神話を考察するのも面白そうですね。どうですかね、みんな的にはこういった組織が日本に存在するのか。まあ僕的に呼び方は何でもいいんですけど、まあ表があれば裏があるのは間違いないですよね。なのでそういった意味では、まあ何をしてるかわからないですけど、裏のね、何かサポートしている方々は確かにいるんじゃないでしょうかね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。